こんにちは。名古屋大学研究フロントラインです。運営スタッフの綾塚達郎です。突然ですが、本日はある研究をご紹介したいと思います。その研究とは、名古屋大学大学院理学研究科理学専攻教授の川村誠二先生の研究です。重力波物理学ですね。重力波という言葉、皆さん知っておりますでしょうか。例えば中性子星やブラックホールのような重い天体が2つがぐるぐるぐるっとこうお互いにこう近づいてこうぐるぐるぐるっとお互いの周りをお互いが回るみたいな時があるんですけれども、例えばそういったみたいにものすごく重い物体がものすごい速さで加速していくようなそんな状態の時に、発生すると言われている重力波です。空間が歪むですね。その空間の歪みが、波のようにワンワンワンと伝わっていく、それを重力波というふうに言いますね。この重力波あるということは昔からこう予言されていたんですけれども、初めて検出されたのは2015年のことでした。2015年、アメリカの重力波検出機 LIGO、 LIGO と書いて LIGO ですね、 LIGO が検出いたしました。この時は13億光年、光が13億年かかって届く距離、相当離れていますけど、13億光年離れた場所で起きた2つのブラックホールが衝突した時に、出てきたということで、この重力波が検出されました。でこれはですね、ノーベル物理学賞の受賞につながったということで、結構大きな話題になりました。ここまで見てみると、もうそんなに重い物体がものすごい速さで加速したりこう衝突した時の、加速度の変化ですね、を、から出てくるものなので、すごい何かこうシグナルとしては大きいものなのか思われる方も多いかもしれませんが、これも実はものすごく実際の、私たちにこう空間においてはですね、わずかな変化なんですね。この時、2015年の時のブラックホール衝突の重力波は、なんと空間の歪みどれぐらい歪んでいたのかという話ですけども、地球と太陽の間、これもまた離れてますけども、地球と太陽の間の距離において、わずか水素原子1個分だけちょっと歪んだぐらいだったんですね。要するにこの重力波というものを検出しようとするとものすごい精度が求められるっていうのが、事実としてあるわけですね。でこの精度について少し補足しておきましょうか。まずそもそもこのレーザー干渉計っていうのがどういう、仕組みになっているのか、これは簡単にご説明します。ちょっとですね、イラストで見た方が分かりやすいので、ぜひ検索していただきたいというのはあるんですけれども、まず2つの長いトンネルを用意します。これ先ほどの LIGO でいうと1本あたりだいたい 4km あるトンネルですね。でこのトンネルの入り口を合わせて垂直に置きます。 L 字型みたいに曲がってますね。そしてトンネルの先にはそれぞれ鏡をつけておきます。レーザー光を発射してトンネルの入り口でそのレーザー光を二手に分かれてよーいどんというふうに発射しますね。そうするとレーザー光はトンネルの先の鏡でやがて反射して、でそしてまた戻ってくる。でそのレーザー光は、同じタイミングで戻ってくるはずですよね。同じ速度ですので。ですが重力波で空間が歪むとこのレーザー光到着のタイミングが微妙にずれるんですね。でこれをもって重力波を検出したというふうにすると、大体本当にざっくり言うならばこのような感じになってきますね。でその重力波、先ほども言ったようにすごくこう微妙な差として検出されるので、これ実はですね、この例えばトンネルが何かこう地球活動のこう、地面の揺れとか、
まあ例えばトラックの揺れとかももうご法度ですよね。まあまあそういうこう微妙な地上の揺れがあると、まあそれがノイズのって検出が非常に難しくなるんですね。それ以外にもまあ信号電、まあ、電気信号とかこういろんな電子部品とかもありますけども、まあそういった信号とかがまあ何かしらその電子部品の不具合とかがあってこう、まあギザギザとノイズ入ってしまうと、まあ、それはそれだけでもまあノイズになってしまう。まあ、微妙なこう、なんと言いますか、空間の歪みを検出するために、とにかくノイズを除去しなきゃいけないっていうことなんですね。で、この時に実は川村先生、ノイズハンターっていう言葉をつく、まあ、ここでは使いますけど、ノイズハンターとして、まあ、実は川村先生はこの LIGO の開発の時にも、つば、関わっていたんですね。川村先生すごいこうノイズ気づく、何かこうよくわからないノイズが乗ってしまってるけどこれなんだろう、ね、これの原因を突き止めるのはものすごくこう、まあ、直感的にと言いますか、うまかったですね。で、LIGO ノーベル賞を取った時もやっぱり川村先生がいないとこの LIGO は完成しなかったみたいな言葉をこう言ってくれたりとかですね、まあ、そんな感じで大活躍の先生だったんですね。装置の開発から、まあ、そして観測まで、まあ、なんと言いますか、こう、やっていることは広いんですけれども、まあ、一つ重力波というものを起点にして、研究をされていると。まあ、そんな先生でございます。で、重力波はですね、まあ、例えば先ほども言ったような中性子星とかブラックホールとか、まあ、本当にいろんな宇宙の活動というか宇宙の様子を知るのに、まあ、とてもこう有力な、なんて言いますか、観測方法の一つと今はなっているんですけれども、まあ、そのうちの一つの目的としては原子重力波の検出というのがあるんですね。まあ、宇宙が本当にちっちゃい頃誕生したばっかりの頃から、まあ、それがだんだんとわーっと膨らんでいって、で、まあ、今の宇宙にやがてはなっていくんですけれども、まあ、本当に初期の宇宙、まあ、すっごくちっちゃかった時の宇宙っていうのは、まあ、エネルギーがものすごく高いんですね。超高温超高密度の状態だったわけです。で、そんな中だとプラズマ状態、原子って原子核とかってあるじゃないですか。原子核、そして電子、その電子が原子核の周りを回ってるとかってあると思うんですけども、まあ、その原子核と電子がそもそももう何というか形を保ってられない、もうバラバラで、もうそこら辺をこうもうガチャガチャ部品が飛び回ってるようなそんな状態だったんですね。まあ、そうすると光がその中をまっすぐ進めなくなっちゃうわけですよ。要はそういうガチャガチャした中でもうぶつかっては方向が変わってっていう感じで、まあ、とにかく、光というものが使えない。まあ、厳密に言うとここで言う光というのは電磁波のことを指しておりますけども、まあ、なので、生まれたての宇宙っていうのは基本的に光、生まれたて宇宙から来る光っていうのはうまく検出できないわけですね。そこで出てくるのがこの重力波というわけなんですよ。重力波というのは、まあ、空間の歪みとして伝わっていきますので、まあ、光とは違って、こうしたガチャガチャした状態にこう左右されないということで、まあ、この原子重力波というのをもし検出できれば、もっともっとまあ私たちがこう光として観測できる宇宙の以前の姿、どうなっていたのかっていうのを知れるんじゃないかっていうふうに言われているんですね。まあ、この原子重力波、これは、まあ、非常に何と言いますか、存在としてはおそらくあるだろうというふうにはもう言われているんですけれども、ただまだまだ分かっていない。まあ、そしてこの原子重力波が見つかったとすると、まあ、今光ではもちろん宇宙の始まりの姿が観測できていないので、まあ、そのあたりの様子を、まあ、証明することができるというか、まあ、そういった形になっていくわけですね。まあ、ちょっとこうちなみになんですけれども、この原子重力波、いつの頃の宇宙を想像しているのかといいますと、まあ、宇宙誕生直後の
10のマイナス34兆秒の間 に起こった数十桁宇宙がふわっと膨張したんですけども、まあ、その時のです10のマイナス34兆秒って一体何ぞやっていうぐらいのもう一瞬とも何というか表現がうまくできないぐらいあの短い時間ですよね、まあ本当に短い時間にぐっと膨張する、まあ、加速度的にこう空間がこう変わっていくわけですからね、まあ、そうした状況の宇宙の様子、これをまあ見たい、あの見たい、聞きたいと言いますか、これ表現難しいですけどもね、全部これインフレーションと言います。インフレーション理論にね言いますけれどもね、まあ、この重力波の検出、原子重力波の検出ができればこうした世界が見える。でその世界の検出に河村先生が今度挑もうとされています。で先ほどノイズが、この重力波の検出機にはノイズがあって、そのノイズを取り除かなければいけないと話をしましたけれども、まあ地上にある限りやっぱりどうしてもノイズには悩まされるということで、考えました。この検出機を宇宙に打ち上げちゃうと、まあ、ぷかぷか浮いてるわけですから、まあ、そうすると、まあ、もちろんいろんな調整は当然いっぱい必要になってきますし、ノイズとの戦いは終わらないと思うんですけれども、まあ、地上特有のノイズというのがそれなくなると。加えてですね、先ほど LIGO では非常にトンネルの長さ4キロというふうにありましたけども、宇宙すごく広いので、もっともっと長くできる、宇宙はすごく広いですよね、長くできる、まあ、そんなことで検出力を上げようみたいなことができるんですけども、これを、まあ、新しくこの装置の名前ディサイゴという名前をつけて、研究を進めているということだそうです。まあ、実際宇宙に打ち上げるためにはものすごいこう、まあ、予算も必要ですし、まあ、これからいろんな技術とか、そもそも宇宙に打ち上げる検証とかも積み重ねていかなければいけないので、もう少し先の話にはなるかもしれないですけれども、まあ、宇宙にこんな原子重力波の検出を目的とした装置が打ち上がったら、そして原子重力波がそれで検出されたら、もう宇宙の観測の世界としては非常にもう大きな出来事というか、どんなこう姿がまた見えてくるのかというのがとても楽しみだなというふうに思います。はい、まあ、ということで、時間も長くなってきましたので、今日の解説はこのあたりにしたいと思います。まあ、このような形でたまにこういろんな研究談話をこう差し込んでいければ面白いのかなと思っておりますので、またどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。